皆さん、こんにちは。5月30日をもって、スタートエンターテイメントから独立し、新たな事務所 MJC を立ち上げた、嵐の松本潤さん。これまでアイドルや、俳優としてのみならず、演出などで裏方としても貢献してきた、松本さんの独立が、スタート社の後輩たちに影響を与え、スーパー8、大倉忠義さんは、X に松本さんの退所、独立について、胸中を明かす投稿していましたが、その内容が物議を醸し、大倉さんまで独立するのではないかと騒がれていました。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。大倉さんは今月7日に自身の X で、誰か起きてる、あのね、変な時間に起きてしまって、世界に誰もいない気分になってたんす、などと不穏なポストをしており、この投稿の他にも独立した松本さんにも言及し、純くんが今同じ会社にいないのが、会えないわけじゃないけど最高に悲しいと綴り、続けて純くんの会社に俺も所属しますと驚きの発言をしていました。しかし、今の自分がいるのはジュリーのおかげだからって気持ちと、藤島ジュリー景子氏の名前を挙げ、その後呼び捨てになっちゃったと慌てる場面がありながらも、連続して投稿していたんです。ですが、この投稿はお酒を飲みながらの投稿だったようで、すぐ削除されたことで大事にはならなかったのですが、ファンからは心配する声が相次ぐ事態となっていました。実は大倉さんは、松本さんが独立を発表する3日前にも、もう少し自分のために生きてもいいかなって最近思うと、意味深な発言を X にポストしており、ファンからは心配の声が寄せられていました。大倉さんはかねてより、関西を拠点とするスタート社のタレントたちを束ねるリーダー的存在であり、後輩グループなどのプロデュースも行っており、東の松潤、西の大倉とも言われ、4月29日には関西発のグループによる新プロジェクト上方ボーイズの旗振り役を務めることも発表されていました。そんな大倉さんの胸中を、ある音楽関係者は、松本さんと仲の良い大倉さんはすでに退所報告を受けていたのではないでしょうか、東の松潤、西の大倉と称されるほど、二人は演出や後輩育成に尽力してきました。そんな関係であった松本さんが独立の道を選んだことを知り、自分の今後の身の振り方を考えたのかもしれませんと私見を述べていました。また大倉さんの所属するスーパー8は、故ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて、2月4日にグループ名を改名、冠番組の名前もそれぞれ変更され、再スタートを切ったばかりでした。レコード会社関係者は、新グループ名はファンから公募したそうですが、まるで K-POP グループのようで、とても旧ジャニーズのグループとは思えない名称だと、ファンの間でも賛否両論となっていました。デビュー当時に8人いたメンバーは、内弘樹、渋谷昴、錦戸亮がすでに脱退、現在は横山優、村上信五、丸山隆平、安田翔太、大倉忠義の5人編成。それでも8にこだわるのは、ファンの呼び名がエイターで、東京赤羽の八幡神社はグループのファンにとって勝手に聖地になっていることなどから、ファンに配慮したのでしょうと新グループ名について話していました。そして1月24日には通算50枚目及び関ジャニ8名義で最後のシングルとなるアンスロポスを発売。2022年まで NHK 紅白歌合戦に11年連続11回の出場を果たし、さらに2022年12月から2023年1月にかけては、約3年ぶり通算9度目となるドームツアーを開催。すでにグループとしてできることはやり尽くした印象もあります。今後グループとしての活動はかなり縮小気味になりそうだという意見も見られました。大倉さんは横山さんと共に関西ジュニア出身のユニットである
なにわ男子、 A グループリトル関西をプロデュースしており、2人は今後さらにプロデュース業に力を入れることになるのではと見られており、関西ジュニアからも新グループが誕生するのではないかとされています。そして村上信吾さんはすでに MC としての地位を確立しており、今後も新たな番組のオファーがありそうですし、丸山さんと安田さんは俳優としてのソロ活動を増やすことになるのではと見られているようです。ただファンクラブの収益の関係があるので、活動休止状態になることはあっても解散することはないはずと言われており、スーパーエイトは今後の動向が心配されているそうです。同じ事務所で共にプロデュースや演出に力を入れてきた松本さんという存在が独立し、スーパーエイトの今後の活動も不安視される中、ジュリー氏のおかげで今の自分があると語っていた大倉さんですが、そんなジュリー氏はスマイルアップの関連会社3社の会長職を近く退任すると報じられています。昨年10月に全ての関連会社の代表取締役を辞任すると表明していたものの、3社の会長職に止まっていたジュリー氏、その退任の裏には NHK 会長から名指しで指摘されたことが大きかったそうです。スマイル社のタレントのほとんどはスタートエンターテイメントに移行し、4月10日に本格的に再スタート。民放各局は起用に温度差があるのですが、特段厳しいのが NHK でした。5月の定例会見で NHK の稲葉信夫会長は、小ジャニー北川氏の一連の問題に対する被害者補償と再発防止策について一定の進展はあるとした上で、新規の出演依頼を行わない方針に変わりはないと明言していました。その理由として、2社の取り組みを継続的に確認したいとしていたのですが、ポイントとなったのは、一部のグループ会社では旧ジャニーズ事務所の社長だった藤島ジュリー景子氏が会長にとどまっている、退任の時期についても引き続き確認していくと名指しで指摘したこと。ある制作会社関係者は、創業者一族の経営分離をここまで明確に求めた意味は重い。昨年10月にジュリー氏が旧ジャニーズ事務所をはじめ関連会社からも代表職を退くと表明してから時間が経ちすぎていますからねと語っていました。タレントにとって NHK の番組に出演するメリットが多く、老若男女が視聴しているほか、再放送も多く、その分の収入も確保できますし、一部海外でも放送されているため、そこを視野に入れる役者には魅力的なのに、出られないとなればジュリー氏も身を引かざるを得ないのでしょうと前室の制作会社関係者は語っています。もちろん見据える先には、今年の大晦日の紅白歌合戦への出場があるのは言うまでもなく、昨年の紅白では同事務所所属タレントは実に44年ぶりに出場者ゼロとなっていました。とある芸能プロ関係者は、 NHK の通常の番組にすら出演できないのに紅白に出場できるはずがない、だとすれば一刻も早く関連会社の代表職を退き、同局の信頼を得る必要がありますと話していました。一連の騒動が起きてから、岡田准一さん、生田斗真さん、二宮和也さん、松本さんが次々と独立を表明し、事務所離れが続き加速している印象があります。その理由は CM が撮れないなど様々ですが、中には NHK に出演できないというのも大きいようです。同じ芸能プロ関係者によると、松本さんも NHK に出たいと考えている一人と言われており、こういった状況から恩人であるジュリー氏までいなくなると考えると、大倉さんの退所も近いのではと憶測が広がっているようです。しかしスタート者としては、関西グループの主軸ともなっている大倉さんを失いたくはないでしょうから、スタート者は大倉さんのケアに尽力するしかないでしょう。果たして大倉さんはスタート者の未来と自身の未来をどのように考えているのか、これからの動向に注目です。最後までご視聴いただき
ありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。